皆様こんにちは。本日は特別編、先日参加しました、ヴィラデストワイナリーのワインパーティーにおけます玉村豊さんのスピーチをご覧いただきます。玉村さんはヴィラデストワイナリーのオーナーでございます。エッセイスト、画家、ワイナリーと多彩な才能をお持ちの方なんですけれども、ワインについてお話しされている映像があまりちょっと見当たりませんで、大変貴重な映像となっております。よかったらご覧ください。で、今回のテーマはですね、ブルターニュワイナリーについて、ワインのブドウについて、あとワインブドウの歴史、あと高いワイン安いワインの違い、ワインと観光の未来で、ワインはね、土地の価値を表す非常にね、大事なものとなります。そしてなぜこのワイナリーを始めたのかということですね。結局この1代で終わるんではなくて、もう続いていくというお話になっております。そして、人生は、50から80が一番ピークであるとおっしゃっております。で、玉村豊さんはですね、58歳の時にワイナリーを始めたんですけれども、現在はですね78歳、このあとね79歳になるってことだったんですが、なんともね、すごいもうお元気なんですね。もうすごいしっかりしてらっしゃるんで、もう我々も見習っていきたいと思います。なのでワイナリーに興味ある方、ワインに興味ある方、あと玉村さんに興味ある方、ぜひご覧ください。ではどうぞ。今年はやっぱり暑い、去年として暑い状態が続いているので、少し収穫がいつもより早まってきてますけど、雨も多かったですけど、西日本と比べるとこれそれほどのひどさはなかったので、あるいは日本海側よりも少なかったですから、まあまあの年だったんじゃないかと思います。こうやって毎年1年1年重ねてきて、ここをヴィラデストワイナリー作ってからもう21年になります。で、僕が来週かな、誕生日を迎えて79になりますね。シードってもともとバスクから始まったものですけど、ブルターニュのロマンディーでいっぱい作られてて、僕はブルターニュの醸造監督に最初シードを作る時勉強しに行ったんですけど、で電話をして見学に行きたいからって言って日程を決めようと思ったら、収穫の時に来たいのか、それとも仕込みの時に来たいのかって言われるんですよ。そブドウは今日みんなが取ったやつ、1日2日のうちに潰して収穫しますけど、リンゴは向こうのシードを作っているリンゴは収穫は落ちるまで手をつけないで、落ちたらすぐ拾う、ね、落ちてないのは完熟してないんだって。それで落ちたら拾ってそれを積み上げといて2ヶ月くらい置いとくんです。でいわゆるぼてた状態になるじゃないですか。と糖度がどんどん上がるんですよね。でそれから絞るんです。で僕らは絞るところは醸造の勉強に行きたいかったので、絞るときに見に行きたいって言ったらば、1本だけ木を取っといてくれて収穫しないで、だからもう完全に実がなってる状態で、カメラマンが写真を写真に構えたときにドーンって落として全部ドーンと落ちましたけど要するにそうやって向こうのリンゴはもう本当に梅と間違えるくらい小さいんですよ。剪定もしないし消毒もしないし、で普通果物っていうのは今年取るとそれで来年はできない、1年おきにできるんですよね。完全につけちゃうと疲れて1年休むんですけど、普通その栽培用のものは結果をして小さな数を減らしたりして栽培手を借りてるので毎年実るんです。ほったらかしにすると1年に1遍1年おきしか実らないんだけど、そこのブルターニュの農園もうちも2年に1遍しか実らないけど60ヘクタールあるから30ヘクタールあれば十分なんだっていうのは、桁が違うんで、ね、驚きましたけど、基本的に果物は完全に酸が落ちてから、酸味がなくなってから取るわけですよね。その方が甘いわけです。酸味があったら酸っぱいってわけですからね。ところがワイン用のブドウは酸がなくなってしまうとワインにした時にぼやけちゃう。ただ甘いだけではぼやけたワインになるので、酸が糖度が上がると同時に酸が残っていないとちゃんとしたワインにならないんです。だから今日皆さん取ってきたブドウは糖度も十分上がってるけども酸も残ってるっていう状態、これがどんどん温暖化で夜の温度が高くなったりするとこう酸が早く抜けちゃったりするんですけど、両方なきゃいけないということと、あとは
巨峰とか見ると一本の木からこのぐらいの面積で何百房もつけるじゃないですか。だけど それでも別に味に変わらないんですけど、万葉のブドウっていうのは今日皆さんやったように一本の木から、まあ、せいぜい、ね、10房とかそのぐらい取らない。でそれがもううんと古くなって50年くらいになると一本の木から7、8房しかできないくらいになるんですけど、一本の木からできるブドウの量が少なければ少ないほどワインの味が濃くなる。だからたくさん取っちゃうと薄くなっちゃうんですね。だから生食のブドウだと気が付かないんだけど、ワインにするとてきめに現れます。だからうちのワイン屋のブドウっていうのは大体1本の木から2本くらいのワインができるくらいの量でやってて、それもまあフランスの一流ワイン のメーカーと同じくらいのレベルなんですけど、これを1本の木から10キロ20キロ取ろうとには取れることは取れるんです。取ってワインにするとすごい 薄っぺらいワインになっちゃうんですよね。そういう意味では生食用とワイン専用ブドウというのは、まあ、種類と種としては同じですけど、育て方も違うし使い方も違うので、ワインの専用にこうワインにした時に美味しいブドウだけを選んで、まあ、ワイン専用品種、専用系のワイン専用品種というのはシャルドネとかメルローとかこういう名前で我々知っているものは全て、そういう専用品種からできています。でヨーロッパの専用品種というのはベチスニーサイワインにするためのブドウと呼ばれる種類で、ちょうど氷河期が終わった1万年くらい前に氷河期を生き延びたブドウ、野生のブドウっていうのはもううんと古くからあったわけですけど、それ氷河期を生き延びたのがヨーロッパでは1種類しかなかったんです。それでアメリカでは数種類残りました。それからアジア、ロシアでは数種類残りました。それが日本でも山ブドウと呼ばれるものはそういう中にその息をついたものがあります。だけどフランスは1種類しか残ってなかったので、それがまあジョージアのカスピ海と黒海の間くらいの地域で、まあ、それが残ったというので、そこから広がったんですね。だからその8000年くらい前にジョージアで始まった野生ブドウによるワイン醸造が、南へ伝わってシナイ半島からエジプトに伝わり、だから5000年くらい前にはエジプトで作られてて、それから一方は西の方へ、ヨーロッパへ伝わっていく、古代ローマ帝国の方に伝わっていく。古代マル帝国は紀元前1世紀くらいからどんどん広がってキリスト教とともに広がっていくというこういう時代で、ですからちょうど8000年前にジョージアでできたブドウが5000年前にはエジプトに行った、その途中でシナイ半島あたりを通過していった時に、どうもこの植物はジョージアあたりでが原産地らしいねっていう噂話があったんですよね。それを聞いて、まあ、旧約聖書のを書いた物語作者というか、その頃いろんな伝説や口伝えを集めて書いた人が、それでそのノアの箱舟の漂着したのをジョージアの、今ジョージアとアルメニアの近くにある、アララット山の中腹に、ノアの箱舟が漂着したっていう伝説になってますけど、それはそこがブドウの原産地であるということを示しているわけですよね。ノアは箱舟にありとあらゆる動物を引き連れて、運んでいって、そのアララットの途中に漂着した時に雨が止んで、その時に降りてブドウの苗を持ち出して植えたと、それでワインを作って酔っ払ったって話があるんで、ノアが最初のワインを作った人だっていう伝説を作るために、そこにその漂着させたということだろうと思いますよね。そういう歴史があって、ワインブドウっていうのはヨーロッパのワインブドウは元は一種類の種スピーシーですね。ここから無数の品種が広がって、まあ、その一番代表的な世界に知られているのがいろいろシャルドネみたいな種類ですけど、これは各地域にも我々名前知らないいっぱいそういう子孫がありますけど、そこからできるのは全てそのヨーロッパ系のブドウ品種ということになってます。でその他に日本では山ブドウもあり、ヨーロッパから伝わってきたブドウの日本化したものもあり、いろんな品種があるので、それとまた新しくこう交配した品種もあって、そこからもみんなワイン作ってますけど、こんないろんなブドウからワイン作ってるのは日本ぐらいのもので、世界中でみんなこのビニフェラと言われるヨーロッパ系からみんな作ってるんですよね。ただまあこれから今温暖化でどんどん暑くなると、ヨーロッパもまともなワインがだんだんできなくなりつつあって、うんとアルコール度数が強くなっちゃうんで、今品種改良をして20年後くらいにはこう
アメリカ系の品種の強さ、病気にどうしても温暖化で弱くなるんで、アメリカ系の品種を取り入れて品種改良しようと今努力してますけど、20年くらいするとボルドーブルゴーニュは我々の全く知らない新しい栽培品種の名前になってて、昔のシャルドネピノは日本にしかありませんよみたいなことになるんじゃないかなと思ってます。はい、今はちょっとそういう関連した本を書こうと思ってるんで、でしたら、ね、よろしくお願いします。お正月の番組で高級ワインとテーブルワインの目隠しでテイスティングをしていますが、美味しいワインと高級ワインに値が高いの違いは何と思われますか？高いワインと安いワインというのは基本的には高いワインの方が、まあ、全体からいけば高いワインの方が安いワインで美味しいですけど、でも必ずしも高いワインが自分の好きなワインとは必ずなくて、高い安いじゃなくてやっぱ自分が好きか嫌いかですよね。好きか嫌いかで、好きで飲みたいけど自分で買える値段かどうか、だから自分の買える値段の中で、それはまさか1週間に1回か誕生日か記念に飲むのか、あるいは毎日飲むのかに違いますけど、自分の買える値段の中で自分の好きなワインを 2,3 種類見つけられればそれが一番いいと思います。で、時々人にご馳走されている時とか人にもらった時はすごい高いいいワインをもらった時は、ああすごいワイン美味しいなと思いますけど、でも自分が毎日飲む身分じゃないなと思って、また元の話題に戻るというのが僕のやり方ですね。だから皆さん、私いいワインをくださるのは躊躇しないで結構それだけです。ワインと観光の未来可能性、はい、これはね、ここら辺はみんな小さなワイン屋がいっぱい集まってて、でみんなこう小さなワインですごい大変、うちでももう20年経ちましたけど、でうちでここで今3万5千本くらいワイン作ってて、そのうちも5万本くらいまではマックスいくと思いますけど、ワイナリーっていうのは基本的にワインをブドウを育てるだけが基本、まず農業ですから、農業っていうのは儲からないんです。農業っていうのは基本的に春先に種と肥料を買うために借金をして、それを収穫があったらそれで払うっていう、そういう毎年の繰り返すような仕事なんです。だから農業、農業法人っていうのはそんなにたまらないお金が、それでもしもこれ野菜も同じですけど、よくできた年は豊作貧乏で値段が下がる、で、できなければその代わり値段が上がる、ね、消費者は高い高いって言うけど農家はその分補償されてるわけで、儲かりもしないし特に損もしないっていうのは農業なんです。で、農業の目的は儲けとか拡大するじゃなくて持続すること、ずっと続くこと、だからこの畑と田んぼが農耕の代まで続いてずっと収穫があるようにっていうのは唯一の目標なんですよね。それを広げて企業的にやろうっていうのはまた別の話で、ここら辺はみんな小さな農家ばっかりですけど、最初に僕がして驚いたのは、秋に新米をもらった時に新米って美味しいですねって言ったら、新米なんかもうこの3年食ったことないって言われるんですよ。自分で田んぼで作ってる人はね、だその人たちは大体3年前くらいのものから食べてる、来年収穫なくても再来年収穫なくても食べられるように2年くらい取っとくっていうね。さすがに今は若い人はそうやりませんけど、要するに1年は確実に何もなくても食っていけるように小米を取っておく、それしか食べない、新米食べるのはなんかお祝いのある時だけっていう話を聞きましたけど、そうやって、何種類かこう小さな畑を持ってそれを順繰りやりながら、こっちが失敗したらあっちみたいな形で必ず続いて、自分たちがうまくいかない時には子供たちの代につながるようにっていうのが目標で、ワイヤーのブドウもあんまりその栄養を与えちゃうとワインのブドウの左どんどんひんやっちゃって、葉っぱや枝が立派になりますけど意味がならないんです。だから栄養を与えると自分たちが楽しんじゃうんですよね。自分たちが広がっちゃって大きな葉っぱつけて喜んでやるけど、栄養を与えないともう俺たちの世界もダメだから子供に期待しようと思っていいことも作るんです。だから木はなんかひょろひょろしてるのにいいブドウができるんです。そうね、そういう意味ではもっと詰めて、密植してお互い栄養を奪うように合うようにして厳しく育てると、もうこれはもう頑張っても頑張っても俺たちの世代で豊かに暮らせないから子供に
託そうと思っていいことも作るわけですよね。それが農業の本質なので、ワイナリーは儲からないんだけど、そういう意味で特に新しくこれからワイナリー作る人は全部自分でこう絞る機械とか干し機械とか樽とか全部道具を一人で自分で買わなきゃいけないんですよね。これもっとワイナリーが増えてくると、その瓶詰めだけやる会社とか倉庫だけやる会社とかこう下こう分量ができてくるんで、そうなると1個の負担は安くなるんですよ。まだなかなか今この10年間で3倍にこの辺増えましたけど、それでもまだ足りない、そういう意味ではその自分で始める人は全ての機械を最初から自分で買わなきゃいけないんで、まあ、最低5000万ぐらい今高くなってね、1億近くかかっちゃうんですよ。そうするとそれをずっとこう焼却するのに10年で足りないし、大体そこらにある大きな機械も1年のうちせいぜい1回3か2回するくらいしか1回しか使わないですから、あとは置いとくだけなんですよね。で樽もそうだし、作ったら置いとくだけですから、でそうなるとその時に使う電気代っていうのは高いんだけど、電気代っていうのは一番たくさん使った時をピークにして、それで標準で1年取られるんで、ね、電気代も高く取られる。すると作ったワインは置いとくのが商売なんだけど、置いとくと商品財布で税金も取られる。もう本当に割に合わない商売なんだけど、ただ10年、20年、30年やっていくと、で、まあ、だんだん利益が出ていくみたいな、そういう会社です。ただし、まあ、僕が作ってこの辺りも30何年経ちましたけど、大体ブドウの木は50年をめどにこう植え替えを考えるんですけど、寿命としては80年生きるのもあれば、中には100年生きる、大体人間と近い寿命があるんですよね。だけど30年くらいで大体収穫量がピークに達して、そこで減るんです。だから今の人がなんかみんな30年で切っちゃうんです。収量が減ると。でそれで新しい木に植え替えてるんだけど、ブドウの木は収穫量が減ってからワインが美味しくなるんです。ワインはだから30年、まあ、BAUV って言ってるのは、大体30年か40年以上のことを言うんですけど、古い木ほど収穫量少なくなるけど味は濃くなるんです。だから人間の人生も50歳以下はまだ、50になって初めて、50から80が一番いいピークだ、ね、これうなずく人みんなそう思うんですよ。本当に座ってたらだん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 弱っていくけど、物が良くなって、絞り出すうどんの汁は美味しくなってくるんですよね。いや、そういう意味では、まあ、だんだんこうたくさんとうどん器ありますから、中にはこう病気になったり虫に食われたりで死んでしまうので、死んだやつからこう抜いた新しいのにこう植え替えていくので、全体としては一挙に変わりませんけれども、まあ、だんだん変わっていって、でも100年、200年続いていく。でも、ブドウを育てる人は、まあ、40から始めれば、まあ、3、40年でリタイアしますから、そこでまた入れ替わっていく。だから僕もまあ来年80だし、そろそろ次の人に渡して、今度は次の人がそれを世話して、また何十年かやって次の人にってことでずっと続いていく。その代わりそのブドウワインというのはその土地の価値を表すもの、その土地の個性を表すものなので、この土地ではこういうワインができますねっていうのを示すためのものですから、永遠に続いていくもので、まあ、人間は変わりますけどブドウは続いていく、そういう価値があるので、そのこの土地にワイナリーがあるということは、まあ、非常に大きなそういうメリットがあるんですけど、まあ、そこで本当は皆さんにここに来ていただいて、このワインはそこにあるブドウからできたんですよと言いながら飲むのが一番正しいワインの飲み方で、それが一番面白いですよね。だから都会の暗いワインバーで、飲まれるとフランスのワインに負けるかもしれないけど、そういう景色を見ながら召し上がっていただくと、あ、なるほど、ワインってこういうものね、このワインはあそこのブドウでこの光を浴びてこの風を浴びて、こういう人が作ってからこうなるのねっていう納得するのが一番ワインの楽しみ方なんでね、ぜひとも来てほしいと思ってるんですが、まだなかなか今はタクシーが減ったりとか二次交通もなかったりとか来るのが不便なんで、そこのところなんとか解消して、まあ、軽井沢まで800万人以上が来てるんで、その人たちにこっちに来てもらえばもうちょっと広まっていくかなと思うんですけど、まだ軽井沢で高いワイン飲んでる人たちの8割以上がここにこういうワインの産地があるとか知らないんですよ、ほとんどね。日本のワイン興味ない人多いから。だけど、世界のワインの美味しいのを飲んでる人が、我々のワイン飲んでもらうと、結構美味しいね。昔の日本ワインの
お土産にどっかワイン、ブドウ狩りに行ってお土産に買ってくるようなワインのイメージしかないから、だから日本ワインっていうのは薄くて甘くてまずいねっていうイメージがまだ持ってる人多いので、まあ、そうやってね、皆さんもお知り合いに勧めて結構長野県のワイン美味しいだよって言っていただけるとね、少し広がっていくといいなと思ってます。だからそういう意味ではこれから観光にどんどん来てもらいたいなと思っているところです。可能性は無限にあると思います。以上です。皆様いかがでしたでしょうか。玉村さんの素敵なお話、本当にありがとうございます。で、私はですね、やっぱり玉村さんにとってワイナリー、ワイン作りというのはもう一つの作品であると感じました。もう子供のようなものですね。そしてこの地域の活性化というのかな、そういうものももう踏まえて考えながらもうそれをやられてるということが本当に素敵だなと思いました。常にこう未来を見ているということですね。一代で終わるのではなく、こうブドウは続いていくということなんですよね。それがもうなんかすごい素敵な、壮大な夢というかロマンであると思いました。自分がたとえいなくなったとしてもこれが続いていくということはとても我々にも夢があると思います。そして可能性は無限にあるということですね。こちらはもう我々にも もちろん、ね、通じるものがありますけれども、何回も言ってごめんなさいなんだけど、58歳からやれるっていうことであればもう何でもできちゃうってことですね。50、80が人生のピークだって考えたら私たちもいろんなことができるんじゃないかなと思いました。本当に玉村豊さんありがとうございました。素敵な素敵なワイナリーでございます。ピラデストワイナリー行ってみてください。レストランもございます。ではまた、で次回はですね、こちら東御市にあるんですけれども、上田駅からまあ車で30分ぐらいのところなんですが、で私は今回ですね、この上田の周辺をいろいろ散策してまいりましたので、そちらをご紹介したいと思います。そして上田なんで、すごい素敵な街なんですよ。なのでこのエリアね、ワイナリーもねたくさんあるので、ね、ぜひね行かれてみてください。まあ、そんなようなことをね、まあ、ワイナリーはちょっと他のところは行かないんだけど、今回はピラデスト一軒でもう終わるんですけれども、素敵なところがいろいろございましたので、徒歩で巡れるようなところをご紹介したいと思います。いつもチャンネル登録いいねありがとうございます。ここまで見てくださったあなたありがとうございます。ベルマークを押していただきますと、お知らせがピョーンってきますので、よかったら押しておいてください。ではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。アスタルエゴー。アビエントゥー。